ゼロ世代最強ランキング。千話を超え、ついに最終章に突入したワンピース。そんなワンピースでも異彩を放つのが、ロジャーや白ひげ、ガーブなどのゼロ世代。ゼロ世代とは、海賊王ゴールディ・ロジャー全盛期に活躍した大海賊や海兵などに対して用いられる通称であり、その顔ぶれは、かつて新世界を席巻した伝説の大海賊から、海軍の英雄までワンピース界のレジェンドばかり。今回は、懸賞金、戦歴、覇気、パワー、スピード、タフネス、IQ、戦術、人望、野心の合計10項目から、ゼロ世代最強キャラクターを徹底的に分析して独断と偏見でランキングをつけていきたいと思います。なお注意点がありまして、現在の強さではなく前世紀の強さを想定したランキングになっております。またこの企画は最強ランキングであって人気ランキングではありません。よって好き嫌いや忖度は度外視して評価します。ということで今回はゼロ世代最強ランキングをやっていこうと思います。なおワンピース第1070話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第12位は鶴です。海軍本部中将でありガープ戦国ゼハーとは同期の第三棒の意味を持つ鶴では、なぜそんな鶴が第12位なのか。まずはパワーについてです。作中で戦闘描写はほとんど描かれてませんが、少女戦争では身体能力というより悪魔の実の能力によって白毛海賊団を迎撃、また身体的に華奢なこともあり決してパワーファイターというわけではありません。よって低めの評価となっています。次にスピードについて。スピードタイプではないものですね、剣武士の秋と大海賊とやり合った経験から一定水準はあると思われます。そのため低めの評価となっています。次にタフネスについてですが、パワースピードの評価と同じように決して身体能力に依存して戦うタイプではないので低めの評価となっています。次に IQ についてですが、常に冷静に物事を見ることができ海軍の中では戦国と並び高い知力を持っていると思われることからかなり頭が切れることがわかります。次に戦術についてですが、第三棒という異名から知略に秀でており、長城戦争では戦国とともに白衛海賊団に対する作戦の策定や戦力の布陣決めにも関与しており、戦術についてもですね高評価となっています。次に人望についてですが、ガープのように親しみやすい中将ではないものの部下からはですねおつるさんと呼ばれ常に尊敬と威厳を集めていることから高評価となっています。次に野心についてですが、つるは清らかなる正義を掲げており自分の目指す理想の正義があるものの野心はそこまで高くないといるでしょう。そしてここからは戦歴評価です。海賊時代の前世紀に第三棒として大勢の海兵を指揮しロジャーなどの大海賊と渡り合っていたことからかなり優れた戦歴を誇っていると言えます。また覇気については武装色見聞色の2種類の覇気を使うことができます。そして懸賞金はですね、海軍のため通常は付けられていませんが、強すぎるとによって付けられている懸賞金も現状は明かされていません。作中の中ではですね、前世紀の鶴はかなり強力なキャラクターですが、他のキャラクターが圧倒的な強さを誇るので、この順位に留まることになりました。ということで、第12位にはですね、前世紀の鶴がランクインしました。第11位はゼファーです。元海軍本部大将でありガープ戦国ツールとは同期だったネオ海軍総帥ゼファー。ではなぜそんなゼファーが第11位なのでしょうか。まずはパワーについてです。劇中では右腕に回路石製の巨大なスマッシャーを装備していたんですけども、海軍大将にまでのし上がることができたのはその腕っぷしの強さゆえ、よって高評価となっています。次にスピードについてですが、ゼファーは武装色の覇気と見聞色の覇気を使うことができますが、見聞色の覇気の腕前はかなりのものでその実力は肩くりに匹敵するほど。というのも劇中では光の速度で移動したキザルの不意打ちにも対応していて、これはカタクリのように少し先の未来が見えるほどの見聞色の覇気を使えなければできないゲート、そのためですね高評価となっています。次にタフネスについてですが、回路石製のスマッシャーと武装色と見聞色の2種類の覇気を併用することで高い耐久性を誇ります。とはいえ劇中では老化による体力低下などもあったことからやや高めの評価になっています。次に IQ についてですが、海軍という巨大組織に対抗するために古代兵器に匹敵する力を持つと言われる海軍の切り札ダイナガンを奪い、その岩を使って新世界の3つのエンドポイントを爆破することで新世界の海賊たちとワンピースをですね新世界ごと大爆発で消滅させ大海賊時代を終わらせようと画策、力技ではなく戦略的に目的を達成しようとしていることからもかなり頭が切れることがわかります。次に戦術についてですが、一見回路石製の巨大なスマッシャーのパワーファイターに見えますが6式も習得していて体術の腕前はかなりのもの、攻撃のバリエーションも豊富であることから戦術についても高めの評価となっています。次に人望についてですが、ゼファー先生という愛称で親しまれ教官として後輩の指導に力を入れ三大将などの現在の海軍を支える多くの屈強な海兵たちを世に送り出しています。そのため人望は高評価となっています。次に野心についてですが、ゼファーは全ての海兵を育てた男と言われる名教官だったものの、ゼファーが指揮するですね演習艦がある海賊に襲われ、後にその海賊が桜花七部会に迎え入れられたことで海軍の正義に絶望しネオ海軍を結成、このように海軍と離反してまで自らの正義を貫こうとする
することから野心は高評価としています。そしてここからは戦歴評価です。劇場版のキャラクターなので戦歴は多くありませんが、かつて海軍大将という地位にいたことからもロジャーや白ひげといった大海賊とも渡り合った経験があると思われ、また教官としては三大将など強力な海兵と手合わせしていることからもかなり優れた戦歴を誇っていると言えるでしょう。また覇気については武装色と見聞色の2種類の覇気を使うことができます。そして海兵のため懸賞金は明らかになっていません。総合的には元海軍大将という地位からも同期の鶴が中将止まりだったことから鶴よりも上の順位にしています。ということで第11位にはゼファーがランクインしました。第10位は光月おでんです。和の国の将軍家である光月家の後継でキュリー大名だった光月おでん、白ひげ海賊団とロジャー海賊団に所属していた経歴を持ち、エースが就任する前の2番隊隊長を務めていた人物です。ではそんなおでんがなぜ第10位なのでしょうか。まずはパワーについてです。おでんは我流剣術おでんに鳥を扱う剣士であり、町一つ飲み込めるほどの大井の獅子を一刀両断できるほどの実力を誇っています。またですね、カイドウとの決戦では20年以上も刻まれるほどの深く大きな十字傷を胸に刻み込んでおり、桁外れのパワーを誇っていることがわかりますよね。よってパワーについては限界突破の高評価としています。次にスピードについて、強敵を見つけるとおでんは一目散に猛スピードで駆け寄っていくのでかなりのスピードがあると言えますよね。次にタフネスさについてです。油が煮えたぎる釜茹での刑で1時間もの間赤座や国男を背負った状態で耐えることができたのでかなりの耐久力があると言えます。次に IQ について、常識や偏見にとらわれない自由な発想をしているんですけども、特別賢いわけではなくむしろ抜けている部分が多く見られるので中間的な評価にしています。次に戦術についてです。おでんはですね、綿密な作戦を練るタイプじゃなくて力で引っ張るタイプなので中間的な評価にとどめています。次に人望について、おでんは家臣や和の国の国民と大名たちから絶大な信頼を寄せられているだけではなく、戦国の発言にもあるように白ひげ、ロジャー、シャンクスからも使われているのでかなり人望が厚かったことがわかりますよね。よって人望については限界突破の最高評価としています。次に野心について、和の国の外に出ることを夢に見て出国を果たし、次は和の国を開国することを目指していたんですが、和の国と世界の今後を見据えて行動し、特に世界で名を上げたいと考えていたわけではないので野心については中間的な評価に留めています。ここからは戦歴評価。おでんはですね、ロジャーには剣一振りで吹き飛ばされてしまったんですが、カイドウ相手には優勢に戦いを繰り広げかなりの大怪我を負わせています。よって優れた戦歴を誇っていると言えます。また覇気についてはですね、覇王色、武装色、剣武色の全ての覇気を使うことができるほか、竜王も使いこなすことが可能。そして懸賞金は明らかになっていません。かつては四皇海王とほぼ互角に戦いを演じてみせたり、ロジャーや白ひげから一目置かれていたことから作中屈指の実力者なんですが、ロジャー海賊団では一船員に過ぎなかったため副船長のレイリーよりも下の順位にしています。ということで第10位には光月おでんがランクインしました。第9位は戦国です。2年前は全ての海兵を束ねる階級海軍本部元帥であり、マリンフォード頂上戦争後には一線を退き大目付けとなった海兵戦国。ではそんな戦国がなぜ第9位なのか。まずはパワーについてです。パワー型とはほど遠い外見の戦国ですが、その真骨頂は人々の未現実種モデル大仏の発動時、頂上戦争で巨大な黄金の大仏に変化した戦国はマリンフォードを沈めようとする黒ひげ海賊団と交戦すると超強力な衝撃波で黒ひげ海賊団を吹き飛ばしていたこと、また当時マリンフォードにてガープと2人で士気を捕獲していたことからも素の戦闘力も高いと思われます。そのため限界突破の最高評価となっています。次にスピードについてですが、悪魔の実の能力を使わない状態では士気と渡り合っていたことから波以上のスピードはあると思われますが、人々の実現受集モデル大仏という特徴ゆえ決してスピードに秀でているとは言えません。よってやや低めの評価となっています。次にタフネスについてですが、ゾーン系の悪魔の実であること、そして人々の実現受集モデル大仏という特徴から耐久力は群を抜いていると思われます。よって限界突破の最高評価となっています。次にIQについてですが、師匠の名を取る頭脳と高い戦闘力で任務を遂行し、大海賊時代以前から同期のガープ・ツルとともに伝説級の大海賊を相手にし海軍を牽引し、海軍元帥として多くの大物海賊を打破した経験から非常に高い IQ を持っていると思われます。そのため最高評価としています。次に戦術についてですが、頂上戦争では処刑台から全軍の指揮を取り、パシフィスタによる海賊強撃策、スクワードへの罹患の刑、包囲壁による殲滅作戦を実行するなど師匠と異名される通り、海軍の職務においては的確な指示でですね、海兵たちを動かし間接的に白い海賊団を窮地に追い込んでいます。よって戦術についても最高評価となっています。次に人望についてですが、海軍元帥としてくせ者ぞろいの海軍大将を筆頭に全ての海兵をまとめ上げていたことからも高い人望を持っていると言えます。よって最高評価としています。次に野心についてですが、戦国はですね、平和を重んじ自分たちが絶対的な脅威として存在することで海賊をはじめ悪党たちを畏怖させる君臨する正義を掲げていますが、何かを成し遂げるという明確な目的はないので野心はそこまで高くないと言えます。ここからは戦略評価です。
頂上戦争の陣頭指揮を取り、シルギ海賊団を殲滅させたり、かつてはガープと共にですね、マリンフォードでですね、前世紀の金獅子の指揮を捉えたこともあり、かなり優れた戦歴を誇っていると言えます。また、覇気については、覇王色、武装色、剣武色の全ての覇気を使うことが可能。そして、海兵のため、懸賞金は明らかになってません。伝説の海兵ガープを除けば、間違いなく作中最強の海兵であることから、ツルやゼファーよりも高い順位としています。とはいえ、戦国の場合は、単体の戦闘力というよりも、高い IQ を生かし、海軍の勝利に導く戦略構築に長けていることから、伝説級の海賊たちからは一歩劣ると思われます。ということで、第9位には、前世紀の戦国がランクインしました。第8位はダグラス・バレットです。元ロジャー海賊団クルーで、ロジャーの後継者と目され鬼の跡目と恐れられた怪物ダグラス・バレット。ではそんなダグラス・バレットがなぜ第8位なのでしょうか。まずはパワーについてです。バレットは悪魔の実の能力を使わなくとも、覇気を交えた徒手空拳で最悪の世代を一掃してしまうほど圧倒的な身体能力とパワーを誇っています。その腕力は大量の火薬を詰め込んだガレオン船を遥か上空にある不凍を破壊できるほどの勢いで投げることができるほど、またガシャガシャの実を覚醒させた能力で効果することで、たった一撃でギアフォースバウンドマン状態のルフィをはるか遠方へ吹き飛ばしてしまうほど、作中でもトップクラスのパワーの持ち主なんです。そのため限界突破の高評価としています。次にスピードについてですが、ガシャガシャの実の特徴で無機物を変形合体させ巨大化してしまうので、スピードはやや劣ってしまう可能性も。とはいえ覚醒時にはスピードに優れたバウンドマンですら回避できない速さによる攻撃を繰り出していたことから、高いスピードは持っていると思われます。よって高評価にしています。次にタフネスさんについてですが、最悪の世代の連続攻撃を食らってもほぼノーダメージ、さらにはルフィのギアフォースの攻撃を武装色の覇気によって耐えていたことから、かなりのタフネスさを誇っていると思われます。そのため限界突破の高評価となっています。次に IQ についてですが、バスターコール誘発と海賊皆殺し計画はマスリア・ブエナフェスタの知恵や計画があったからこそであり、どちらかというと知能よりもですね、圧倒的なパワーを売りにしていることから、 IQ は平均的な評価にとどまっています。次に戦術についてですが、単純な身体能力格闘はもちろん、ガシャガシャの実の能力を覚醒まで使いこなすなど戦闘バリエーションは豊富、そのため戦術についても高めの評価となっています。次に人望についてですが、ルフィと一騎打ちとなり、一人で生き抜く断固たる覚悟こそ無敵の強さが宿ると、一人であることが最強だと主張するなど、決して人望に恵まれているわけではありません。そのため低めの評価となっています。次に野心についてですが、ワンピースを目指しているわけでも、海の皇帝四皇になりたいわけでもないことから、野心は低めに思われがちですが、世界最強になるという強い意志と目的を持っていることから、野心は高いと言えます。ここからは戦略評価です。かつてはロジャー海賊団に所属し、ロジャーには敗北したものの、レイリーと互角と評されるほどの実力を持っていました。とはいえロジャー海賊団を降りた後、同じルーキーだったクロコダイルと戦い引き分けています。よってロジャーやレイリーなど伝説級の海賊と比較されることもあれば、桜花七部海のクロコダイルと引き分けるなど、実はですね、戦略にはばらつきがあるんです。とはいえ全体的には優れた戦略を誇っていると言えます。また覇気については、覇王色、武装色、剣武色の全ての覇気を使うことができます。そして懸賞金は明らかになっていません。ロジャーの後継者と目され、バギー曰くロジャー海賊団に在籍した頃の若きバレットでも、当時のレイリーとタメを張るほどの化け物であり、18歳の時点ではですね、前世紀のロジャー相手に前進するほど、さらにはガシャガシャの実を覚醒させ最悪の世代をまとめて殲滅するほどの圧倒的な実力。ただしバレットは白ひげを化け物と評価していたように、本物の四皇レベルには一歩及ばない模様。事実クロコダイルには引き分けています。よって単体の戦闘能力は4校以下、4校幹部以上の実力があると評価し、ビッグマムよりわずかに下と判断しました。ということで第8位にはダグラス・バレットがランクインしました。第7位はシャーロット・リンリンです。ではそんなビッグマムがなぜ第7位なのでしょうか。まずはパワーについて。ビッグマムの能力によって生み出されたホーミーズの中でも、ライウン・ゼウス、太陽・プロメテウス、二角棒・ナポレオンはいわばビッグマムの分身で、天候を自在に操るほどの威力を誇る攻撃が可能。よってですね、パワーについては限界突破の最高評価としています。次にスピードについて。ライウン・ゼウスに乗ることで空中を滑空することができるんですけども、ベッジの船ノストラ・カステロ号と大差ない速さだったので、中間的な評価にとどまっています。次にタフネスについて。鉄の風船とも評されているように、鉄でも大砲でも一切傷がつかず、内部に到達する技を習得していなければダメージを与えることすらできません。よってタフネス差は限界突破の最高評価としています。次に IQ について。傍若無人でわがままな性格をしており、合理的とは
言い難い考えをしています。よって低めの評価にとどまっています。次に戦術について、ルフィたちルーキーを相手に慢心する様子は多いんですけども、戦いの中ではですね、ビッグマムは一切手を抜かず、地形や天候などの状況にも応じて臨機応変に攻撃を変えていたりと、戦略的な面も見て取れますよね。よって戦術については高めの評価としています。次に人望について、人気へのこだわりあるものの、実の子供であっても非常に厳しく接していることも多く、慕われているというよりは恐怖で支配しているように感じられます。よって人望については中間的な評価に。次に野心について、ビッグマムはワノ国編でカイドウと同盟を結び、ワンピースを取りに行くことを目指していたので高い野心を持っていることがわかりますよね。ここからは戦略評価です。ビッグマムは4校としてですね、長きにわたって君臨してきたので、かなり優れた戦略を誇っていると言えます。また覇気については、覇王職、武装職、剣武職の全ての覇気を使うことが可能。そして懸賞金は43億8800万ベリー。4校としてかなりの強さを誇ってるんですけども、キードドローに負けてしまったので、この位置にとどまる結果となっています。ということで第7位にはシャーロット・リンリンがランクインしました。第6位はカイドウです。ではそんなカイドウがなぜ第6位なのでしょうか。ギアフォース状態のルフィを一撃で戦闘不能に追い込んだり、ボロブレスの一撃でオデン城跡を山ごと消し飛ばしたりすることができたりと、規格外のパワーを持っています。またホムラグモで鬼ヶ島を浮かせるというスゴ技も披露し、戦闘面に限らずかなりのパワーを見せつけていますよね。よってパワーについては限界突破の最高評価としています。次にスピードについて、7メートルを超える巨体でありながら、雷のような速さで移動しながら攻撃を放つ雷鳴発形を得意とし、その速度は見聞色なきで未来使用しなければ避けられないほどなんです。よって限界突破の最高評価としています。次にタフネスについて、高度1万メートルの空島から落下しても全く無傷だったり、赤鞘との戦いの直後にルフィ、ゾロ、キッド、ローと連戦してもダメージをほとんど受けることがなく、怪物じみた耐久力を備えているんです。よって内部に到達するような技、竜王、覇王修行の覇気をまとうことを習得しなければカイドウにダメージを与えることはできない。したがってタフネスについては限界突破の最高評価としています。次に IQ について、凶暴な見た目をしているので粗暴な性格だと思われがちなんですが、実は繊細で真面目な性根の持ち主、人を鼓舞したり演説で士気を高めるカリスマ性も持ち、さらに常識的な一面も持ち合わせています。よって IQ については中間的な評価にとどめています。次に戦術について、タイミングを見極めてオデンとの戦いを避けたり、ドフラミンゴと取引していたりと、単に強いだけではなく綿密な計画を練ることも得意としているんです。よって戦術については高めの評価としています。次に人望について、王冠版や飛び六方など部下への対応が寛容なこともあって、部下からはカイドウさんと呼ばれて慕われているんです。しかしキッドやアープ、ホーキンスなど見込みのあるもの、圧倒的な強さで心を折り、半ば強制的に傘下に加えることもあるように、人格ではなく力で無理やり従えるという側面も持っています。よって中間的な評価にとどまっています。次に野心について、暴力の世界を実現するという夢を持ち、またワンピースを手に入れるために動き出していることから、高い野心を持っていることがわかりますよね。ここからは戦歴評価です。カイドウは強いとは言っても無敵ではなく、これまでに海賊として7度の敗北を喫しているんですけども、白ひげなき世界では世界最強の海賊として君臨していたように、まさに世界最強の強さを誇っていたので優れた戦績だと言えます。また覇気については、覇王色、武装色、剣武色の全ての覇気を使うことができるほか、カタクリやルフィのように極めた剣武色によって未来使も可能で、さらに覇王色をまとう攻撃までもできるんです。そして懸賞金は46億1110万ベリーであり、現存する海賊の中で最も高い金額となっています。カイドウがですね、20年前にオデンと戦った時にはオデンに押される展開だったので、カイドウよりオデンの方がランキング的に上位と思えるんですが、強さを追求するカイドウはモリアなど七部会クラス、その他4校クラスと戦い成長を続けていたとも考えられるので、カイドウの方がオデンより序列が高いと判断しています。また差しでやるならカイドウだろうと言われているように、現存する海賊たちの中で頂点に君臨していると思われるので、現存する海賊たちの中でトップの順位としています。ということで第6位にはカイドウがランクインしました。第5位はシルバーズレディです。ではそんなレディがなぜ第5位なのでしょうか。まずはパワーについてです。シャボンディ諸島編で当時76歳だったレディは、腕一本で大将キザルを相手に互角以上の戦いを披露していたので、衰えてもなお大将クラスの実力を兼ね備えています。さらに海中を泳ぎながら 100m 級の海王類を倒すこともでき、非常に優れたパワーを持ってるんです。よってパワーは限界突破の高評価。次にスピードについて、光の速度で移動するキザルの動きを先読みして対応することができ、かなりの速さを誇っていることがわかりますよ。次にタフネスさについて、攻撃をまともに食らう場面がないので耐久力を測ることは難しいんですけども、遠い海から息を切らすことなく泳いで尿ヶ島まで到達していることから、常人には信じがたいほどの体力を持っていると思われます。よって高めの評価としています。次に IQ について、ルフィが尿ヶ島にいることを嗅ぎつけたり、 3D2Y のメッセージを麦わらの一味に伝達する作戦を思いついたりと、かなり頭が切れることがわかりますよね。次に戦術について、明らかに描かれている描写がないものの、ロジャーがルフィのように感情的に行動
動するタイプである分、ナンバー2のレイリーが作戦などを立案することが多かったと思われます。よってですね、戦術についても高めの評価になっています。次に人望について、シャンクスやバギーなどロジャー海賊団のクルーたちから信頼されているだけではなく、会ったばかりのルフィがすぐに信頼を寄せたように人を引きつける魅力を持っていることがわかりますよね。よって人望は高めの評価となっています。次に野心について、レイリーはロジャー海賊団の副船長であり、船長にとって代わって名を上げようと思っていなかったので、野心はそこまで高くないと言えます。ここからは戦歴評価です。海賊時代の前世紀にロジャーの右腕として活躍してきたので、四皇クラスのモーサーたちを相手に戦ってきたと思われます。またシャボンディ諸島編でもキザルを相手に互角以上の戦いを見せているので、かなり優れた戦歴を誇っていると言えます。また覇気については、覇王色、武装色、見聞色の全ての覇気を使うことができるほか、内部まで到達させる竜王も使いこなしています。そして懸賞金は明らかになっていません。ロジャー海賊団の副船長だとしても、四皇の海賊団のナンバー2のキングやカタドリが約10億の懸賞金だったことから、レイリーは四皇カイドウやビッグマムのように40億以上の懸賞金はなく、2人よりも格下のように見えます。とはいえですね、海賊王の右腕であり、現役を退いた今でも海軍大将と互角以上の戦いを繰り広げられること、レイリーよりは格下と思われるコーズ教伝とカイドウがかつてほぼ合格だったことから、レイリーの全盛期の実力値はカイドウよりもわずかに上と評価。ということで第5位はですね、全盛期のシルバーズレイリーがランクインしました。第4位は前世紀の金獅子の式です。元ロックス海賊団のクルーであり、かつてロジャーや白池と渡り合った大海賊金獅子海賊団大親分金獅子の式では、そんな前世紀の式がなぜ第4位なのでしょうか。まずはパワーについてです。さすがは元ロックス海賊団のクルーというだけあり、パワーも最高クラス。おいてそのパワーは圧倒的で、拳一つでルフィがですね、複数の島々をですね、次々と突き破りながら凄まじい速度で遠方へ吹き飛んでいくほどの腕力。そのためですね、限界突破の高評価となっています。次にスピードについてですが、足に応答と木枯らしを義足代わりにはめていることから、一見スピードは遅いように見えるんですが、麦わらの一味が襲撃した際にはふわふわの実の能力によってルフィから逃げていたことからもですね、かなりの速さを誇っていることがわかります。次にタフネスさんについてですが、最終的にはルフィに敗北したものの、老い、両足の喪失、頭蓋に刺さった打輪、20年以上のブランクなどの要因もあり、ある程度仕方なかった部分もあり、前世紀の式の耐久性は伝説級の海賊たちと肩を並べるレベルと考えるのが妥当、よって高めの評価となっています。次に IQ についてですが、戦国ガープもですね、平穏を求めるようなやつではないが、すぐに仕掛けてくることはないと強く警戒するほど、準備に準備を重ねるほど極めて用意周到、実際自分自身の作戦のためならよかろう、計画発動は20年後だとですね、膨大な時間を準備に費やすことすらためらいません。こうしたですね、狡猾さと戦略性からかなり頭が切れることがわかります。次に戦術についてですが、前世紀の式は当時最大規模と思われる海賊艦隊を引き、ロジャーをあと一歩まで追い詰めていたことから、式個人の殲滅ではなく艦隊による総力戦も可能、また個人の実力としても王都と小枯らしという名刀を持ち、剣の腕前も当時のシャンクスぐらいの達人クラスだと思われ、それに加え劇場版で披露したふわふわの実の能力もあり、海賊としても個人としても多種多様な戦い方を選択できることから、戦術についても高めの評価となっています。次に人望についてですが、金獅子親分と呼ばれており、大勢の海賊を率いていましたが、仲間が命を懸けて守るというようなシーンがなかったことから、平均的な評価となっています。次にですね、野心についてですが、かつては世界を支配することを野望に掲げ、その後海軍に捕まるも脱獄後にも20年という長い年月をかけてでもですね、世界の支配を野望に掲げていることから、野心は最高評価となっています。ここからは戦略評価です。かつてはロシアやガープ、戦国、海の皇帝クラスと互角に渡り合うほどの力を持ち、27年前のエッドウォーの海戦ではロジャーをあと一歩まで追い詰め、海軍本部襲撃では戦国とガープ相手にたった一人でマリンフォードを反壊してしまうほど。またワンピースノベルエースによると、ロジャー、白ひげ、ビッグマムと並び当時の四皇のような立ち位置だったことから、かなり優れた戦歴を誇っていると言えるでしょう。そして先ほど説明したように、かつてはロジャーやガープ、戦国、海の皇帝クラスと互角に渡り合うほどの力を持ち、ロジャー、白ひげ、ビッグマムと並び当時の四皇のような立ち位置だったことから、前世紀の実力はロジャーと白ひげに次ぐ、海賊では実質3番手だったと思われます。ということで第4位には前世紀の金獅子の式がランクインしました。第3位はモンキー・ディ・ガープです。ルフィの祖父、そしてドラゴンの父であり、海軍本部中将を務めるモンキー・ディ・ガープ、伝説級の大家族を相手に激闘を繰り広げてきたので、海軍の英雄として称賛されているんです。ではそんなガープがなぜ第3位なのでしょうか。まずはパワーについてです。素手で大砲よりも遠く砲弾を投げることができたり、サウザンド・サニー号よりもはるかに大きい敵を投げつけることもできたりと、ガープは怪物級のパワーの持ち主。また山をサンドバッグにして8つほどに粉砕したという逸話もあり、桁外れの破壊力を持っているんです。よってガープの
パワーは限界突破の最高評価としています。次にスピードについて、少女戦争では処刑台にたどり着こうとするルビーの目の前に一瞬で移動してきてるんですけども、おそらくですが6式のソルを使用していると思われます。したがってスピードもかなりのものだと言えるので限界突破の高評価としています。次にタフネスについて、第957のゴトバレ事件の描写では血まみれでボロボロになった状態のガープが周りからの称賛を受けているので、かなりの耐久力を発揮しながらロックスに勝利をもぎ取ったんだと思われます。したがってタフネスについても高い評価としています。次に IQ について、言ってはいけない秘密をポロッと暴露してしまったり、ルフィを叱りつけながら突然眠たりと、ルフィ同様に知的な様子は全く持って見られません。よって IQ については低い評価としています。次に戦術について、凄まじい覇気を持つので近距離戦闘を得意としている一方で、船の上ではですね砲弾を投げつける遠距離攻撃にシフトしているように柔軟な戦い方をすることができます。よって戦術については高めの評価となっています。次に人望について、大雑把でいい加減な言動もいいんですけども、年長者として後進を育てる役割も担い、部下からの信頼はかなり厚いことがわかりますよね。また伝説の海兵として青騎士など海兵たちからは尊敬の眼差しを向けられることもあったり、敵でありながらロジャーから信頼され息子のエースを預かっているんです。よってですね限界突破の高評価としています。次に野心について、ガープは出世に興味がなく天竜人直属の部下になることを嫌って大将になることを拒み続けているので、野心は高くないと言えます。よって野心は中間的な評価に。こっからは戦歴評価です。ガープはロジャーを相手に何度も殺し合いを繰り広げているので、ロジャーとほぼ互角とも言えます。またロジャーとタッグを組んで当時世界最強とまで言われていたロックス海賊団を打ち破っているので、華々しいまでの活躍をしています。また戦国とともにマリンフォードでは全盛期の指揮を取られたこともあって、ガープは優れた戦歴を誇っていると言えます。また覇気については武装色と見聞色の2種類の覇気を使いこなしているんですが、覇王色ももしかしたら使えるかもしれません。そして海軍なので懸賞金はかけられていません。伝説の海兵として名を轟かせており、38年前にロジャーとともに当時世界最強のロックスを打ち取る快挙を成し遂げているので、全盛期の実力はですねロジャーやロジャーと互角に渡り合った白ひげに匹敵するレベルだと判断しました。ということで第3位には全盛期のモンキー D ガープがランクインしました。第2位はエドワード・ニューゲートです。白ひげ海賊団の船長でありロジャーとも互角に渡り合った伝説的な大海賊であるエドワード・ニューゲート、通称白ひげ。ロジャーの死後長きにわたって海賊の頂点に君臨し、世界最強の男、最もワンピースに近い男として世界中から恐れられていました。グラグラの実の能力者で、戦後からは世界を滅ぼす力を持っているとまで言われていたんです。ではそんな白ひげがなぜ第2位なのでしょうか。まずはパワーについてです。白ひげはグラグラの実の能力によって数百メートルを超える大津波を引き起こすことができたり、島や海を丸ごと傾かせることができたりと、まさに災害級の威力を誇っているんです。さらに基礎戦闘能力も高く、ロジャーと剣を交えた時には天地を吹き飛ばすほどの衝撃が駆け巡ってましたよね。よってですねパワーについては限界突破の最高評価としています。次にスピードについて、パワー型の戦闘スタイルなので俊敏な動きは見られません。しかし筋骨隆々な肉体を誇り、基礎戦闘力も高い以上、全盛期の頃はですね素早い動きもできていたと思われます。よってですねスピードについては高めに評価しています。次にタフネスについて、72歳で迎えた頂上戦争ではスクワードに胸が貫かれた後も激しい戦いを繰り広げ、赤犬に顔半分吹き飛ばされてもなおマリンフォードを反壊させる攻撃を繰り出し、さらに黒ひげからの攻撃に耐え続けるなどかなりの耐久力があることがわかります。よって前世紀の白ひげであればより強靭な肉体で耐久力回復力ともにですね世界最高の水準であったことが予想されます。よってタフネスについては高い評価としています。次に IQ について、白ひげは特別賢い様子か描かれたわけではないんですが、4校の中でもかなり常識的な考えを持っているので高めに評価しています。次に戦術について、少女戦争ではマリンフォードへの侵入経路が塞がれていることを見極め、コーティング戦で水中から侵入を試みるなどかなり白ひげは戦略家であることが分かりますよね。よって高めの評価にしています。次に人望について、もともと白ひげは孤児だったこともあって家族を求めていたので、白ひげ海賊団ではマルコやエースなどのクルーや傘下の海賊たちを家族として大切に思い、息子と呼んで愛情を注いでいましたよね。また反対に白ひげも親父と呼ばれていて、かなり固い絆で結ばれていたことがよくわかります。さらには敵であるシャンクスや戦国からも敬意を払われていたんです。よって限界突破の最高評価となっています。次に野心についてです。白ひげは海賊王にもワンピースにも興味がなく、家族を持つことだけを喜びに感じていたので低めの評価としています。ここからは戦歴評価です。白ひげはですね最終的には黒ひげ海賊団にとどめを刺されているんですけども、頂上戦争ではですね3人の大将を相手に互角以上の戦いを見せていました。また海賊王
をゴールドロジャーと互角に渡り合うほどの実力者であり、ロジャー亡き後は数十年にわたって海賊の頂点に君臨していたので優れた戦歴を誇っていると言えます。また覇気については覇王職、武装職、剣武職の全ての覇気を使いこなすことができます。そして献上金は50億4600万ベリーとなっています。かつて海賊王ロジャーと唯一互角に戦った伝説の海賊なんだ。単行本25巻でバギーがこのように話しているように、前世紀の白ひげとロジャーは完全に互角だということが明かされています。事実第966話でロジャー海賊団と白ひげ海賊団は三日三晩戦い決着がつきませんでした。よって2位はですね、ガープか白ひげが悩ましいところですが、ロジャーと互角だった白ひげがわずかに上回ったと予測。ということでですね、第2位には前世紀のエドワード・ニューゲートがランクインしました。栄えある第1位に輝いたのはゴールディ・ロジャーです。ロジャー海賊団の船長であり、世界で初めてグランドラインを制覇し、海賊王と呼ばれるまでに至ったゴールディ・ロジャー。死に際の一言をきっかけに大海賊時代が始まっていて、ワンピースの世界における最重要のキーマンです。ではそんなロジャーが第1位に輝いたのは一体なぜなのでしょうか。まずはパワーについてです。ロジャーは非能力者であり、剣を使った戦闘スタイルがメインなんですけども、刀を振るだけでも凄まじい衝撃波が発生していることから、天才級の強さを誇っていることがわかります。実際におでんに対して放ったカムサリによって、おでんをですね、木々を倒しながら遠く離れた巨木に激突させるほど吹き飛ばしていたことから、かなりの威力を見せつけています。よってですね、ロジャーのパワーは限界突破の最高評価としています。次にスピードについて、ロジャーはですね、特別速い要素は描かれていないんですが、悪魔の能力を持たずに世界の頂点まで上り詰めたロジャーはかなりの身体能力の持ち主だったと思われるので高い評価としています。次にタフネスさんについて、第590話、エースの最後の行動を知ったシャンクスの回想によると、ロジャーはどんな時でも逃げなかったと言われています。よってロックスや四皇クラスなどと戦闘し、窮地に陥って命が危ないような時でもロジャーは一切逃げることはなく立ち向かっていったということがわかりますよね。つまりロジャーはかなりの耐久力と回復力を兼ね備えていたと思われます。よって限界突破の最高評価としています。次に IQ について、楽天的で自由を愛する性格がルフィとかなり似ているので、基本的にはルフィと同様に賢いタイプではないように思います。よって IQ については低めの評価としています。次に戦術について、オデンとの交戦時にはレイディやギャバンを呼び止め、満面の笑みで前線に駆け出していることから、ロジャーはですね、綿密な戦略を練って戦闘を行うタイプではなく、戦闘狂の本能に従った行動をするタイプだと思われます。よって中間的な評価に留めています。次に人望について、ロジャーは何よりも仲間を大切に思い、仲間を侮辱したという理由だけで一国の軍隊を潰すということもありました。このような仲間思いの一面と楽天的な性格も相まって、ロジャーは仲間たちだけでなく出会った人たちからもかなりの好感を得ていたんです。また敵であるはずのガープや式ですら、ロジャーのことを認めていたほど。よってですね、尋問については限界突破の最高評価としています。次に野心について、レイリーと出会ったばかりの頃から世界をひっくり返すことを夢に見ていて、実際に世界で唯一グランドラインを制覇し、最後の島ラフテルに到達。よってですね、野心については限界突破の最高評価としています。ここからは戦歴評価です。38年前にはゴッドバレ事件でガープと共にロックス海賊団を討ち取りました。そして27年前には指揮が率いる大艦隊に包囲され、エッドウォーの海戦と呼ばれる大激戦を繰り広げ、圧倒的な不利の展開を跳ねのけて痛み分けとしています。また26年前には白毛海賊団と交戦し、三日三晩に及ぶ激闘を繰り広げ、最終的には勝負がつかず宴を開く。さらにガープとは何十回にもわたって殺し合いをしてきたことが分かっています。このように伝説級の海賊や海兵を相手に激戦を繰り広げていて、最後には海賊王にも上り詰めているので、作中で最も偉大な戦歴を収めていると言えます。また覇気については覇王職、武装職、剣武職の全ての覇気を使いこなすことができるほか、覇気をまとって直接触れずに攻撃する手法も習得。そして懸賞金は驚異の55億6480万ベリーで、海賊史上作中最高金額となっています。ということで栄えある第1位はゴールディ・ロジャーがランクインしました。番外編の一人目としてはロクスティ・ジーベクがランクイン。作中での戦闘描写が一切ないのでランキング入りすることは叶わなかったんですけども、ロジャーの最大の宿敵として全海賊たちの覇権を握り、世界最強とも称された伝説の大海賊なので、タイマンの強さではロジャーやガープをしのぐほどだったのかもしれません。そのためですね、作中での戦闘描写が見られていたらロジャーを超えて第一に輝いていたかもしれません。他にもロッキーポート事件の鍵を握る王職、ロジャー海賊団ナンバー3のスコッパーギャバン、ロックス海賊団のギンプやキャプテンジョンなどなど、多くの伝説クラスの海賊がいますが、キャラクターの詳細が分かり次第これらのキャラクターもトップ10にランクインすると見られます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。